はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はですね、手ぶれ補正ありの 2.7K でワイド画面で撮りたいなと思ってます。なぜね 1080p じゃなしに 2.7K かというとですね、この E4K っていうカメラはですね 1080p の手ぶれ補正ありとかにするとですね、単純に 2.7K の真ん中らへんトリミングするだけなんですよ。だからすっごい画角狭くなるんですよね。それこそミラーのこの辺ぐらいで切れちゃうような感じになっちゃうんですよ。だから 2.7K で撮影するか 1080p だったらもうウルトラワイドで手ぶれ補正なしのやつで撮影するしかないんですね。でとりあえず 2.7K で撮影してますと。そしてね、今私はこれからですね、2輪館に純正部品を注文しに行きます。というのもですね、フロントのブレーキパッドが交換時期なんですが、ブレーキパッド自体はねもう先に買ってあるんですけれども、よく考えてみたらね、もう2回目のブレーキパッドの交換なので、ボルト類とかピンとかその辺ももう交換しとこうかなと思いまして、急遽注文することにしました。素人がね、メンテナンス、こういう消耗品の交換とかね、メンテナンスするときは、まあ僕個人の考え方ですけれども、関連する部品っていうのかな、そういうものもね、なるべく早めに一緒に書いた方がいいんじゃないのっていうところなんですよ。例えば、ブレーキパッドとセットになってるやつは、そういうボルト類もそうなんですけど、ブレーキディスクですよね。今回は定期点検の時に見てもらってるので、まだ交換しなくていい。次交換する時に、ブレーキパッド交換する時には交換しなきゃなんないでしょうねっていう話だったんで、これはもうプロに見てもらったんで間違いないだろうということで、ブレーキパッドだけの交換にするんですが、これ例えばプロに見てもらったんじゃなかったら、私はもう2回に1回交換してます。ブレーキパッド2回交換するときにブレーキディスク1回交換すると、それぐらいのね、感じでやっとかないと、まあ、素人ですからね、そういう部分っていうのがブレーキパッドみたいに明らかにその減る量がはっきり分かるようなねもんだったらいいんですけど、ディスクが多少デコボコになってたって分かんないじゃないですか。触ったら確かにデコボコ加減は分かりますけど、それでどのタイミングで交換したらいいかっていうのもね、判断難しいので、まあ、例えばそういうブレーキディスクもそうだし、スクーターで言ったらベルト類ですね、プーリーやベルト、ウェイトローラー、そういったものも全部自分でやるんだったら早めの交換をするというふうにしています。スカイウェーブの時はね、自分でっていうか販売店さんが定期点検出してもその簡易な点検してくれなかったんですよね。まあ、定期点検の料金も全然違ってたんですけど、今ドリームさんにお願いしてると駆動系なんかは全部開けて掃除して見てくれるんで、交換時期なんかも明確なんですけれども、前のお店はね、まあ、料金も半値以下でしたから駆動系は開けないんです。エンジンも開けないんですよ。プラグとかエアクリーナーとかそういうところしか見ないんですよね。ブレーキまあブレーキは見ましたけども、そんな感じだったんでね、駆動系なんかは頻繁に自分で開けて掃除したり交換したりしてましたけれども、そのあたりはね、どこまで自分でやるかっていう話なんで、まあもう定期点検がね、そういう風になって、そういうシステムになってる以上ね、お願いするしかないので、もうその全面的にそれを信用して、交換のタイミングはそれに従うというふうにしています。それにしてもね、アゴマウントでこの画角でいいところっていうのは、メーター類が映らないんですよね、下向かない限り。で、正直言うとメーター映るっていうのは邪魔くさいんですよね。実際問題、僕は決して基本的にそんなに、褒められてた運転してるわけじゃないですから、特に制限速度きっかり守ってなんていうことはね、正直言うとやってませんので、ほとんどの人がそうだと思うんですけど、30キロ制限のところをね、やっぱり30キロっていうことはないと思うんですよ。大体プラス10キロ、15キロぐらいで走っておられると思うんですよね。で、そういう速度でね、走っててもやっぱり法律的にはいろいろと問題があるわけで、だから消すわけですけど、それがすごい面倒くさいんですよね。それを考えるとですね、メーターが映らないっていうのはありがたいなっていうふうには思いますね。それでもね、アゴマウントだから多少この自分の乗車姿勢、例えばちょっとコーナーが続くとかでこう前に荷重かけたりとかね、ちんたら走るときは後ろにこう荷重かけたりとかするんで、それによって変わりますけど、このミラーのこの辺ぐらいまで入ってると思うんですよね。そんだけ入ってれば、周りの、ね、景色も割と見えるんでね、いいんじゃないのかなと思うんですよね。さすがにウルトラワイドだとね、もっと広い範囲が映るんですけど、実際画角のテストをした動画を上げたときにですね、知り合いの何人かから、お返事いただいて、皆さんがやっぱり 2.7K の手ぶれ補正ありがいいというふうにおっしゃっていただきましたね。お一方だけね、 GoPro ユーザーの方でウルトラワイドがいいとおっしゃってる方はおられましたけどね。それとあとカメラマンの方もウルトラワイドがいいとおっしゃってたかな。ウルトラワイドがいいっていう方はお二人、それ以外の数名は 2.7K の手ぶれ補正ありがいいとおっしゃってたんですよね。僕個人としてはウルトラワイドぐらいの画角がやっぱり欲しいなとは思うんですけど、やっぱ手ぶれ補正がね、ウルトラワイドだから手ぶれ気にならないって言っても、真ん中ら辺はそうでもないんだけど、端の方は結構ブレてるんでね、その辺やっぱり考えると手ぶれ補正も大事かなとか思うんですよね。だから何本か動画こうやってやってみて、最終的に結論出そうかなって感じですね。はい、まもなく二輪館です。よいしょ。はい、到着しました。はい、二輪館で純正部品を注文してきました。それにしても純正部品ってのは高いっすよね。パッドピンとかね、そんなに出るもんじゃないから高めになるってのは分からなくはないんですが、オイルフィルターとかでもね、普通に社外品の倍ぐらいしますもんね、ブレーキパッドとかでも。だからどうしてもね、社外品を使うことが増えるんですけれども、 XMAX もね、当初はね、やっぱり社外品少なかったですよ。オイルフィルターとかね、パッキン類なんかもなかったんですけど、今はもう普通に社外品が手に入るようになったのでね、苦労はしませんけれども、いちいちね、オイル交換とかね、オイルフィルターの交換なんて割とまめにするもんだからめんどくさいですもんね。いちいち純正部品注文したら高いだけじゃなしに。ボルトを入れとくのにあれば便利な皿ですね。後ろに強力磁石がついてますので落ちないんですよ。もう一つ必要なのがこの T50 のトルックスですね。こいつがこれがないとねダメなんで、まずセンサーのステーを外しますね。これとこいつ、上は 8mm、 上は 8mm です。下は 10mm。 よいしょ。はい、それではね、今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さようなら。